さあ皆さんが知らぬうちに、大阪がどんどん進化しているようですよ、ワクワクする話、もちろんちょっと心配をしつつという話なんですが、梅北グラングリーン大阪、いわゆる梅北エリアが先行オープンの100日前なんですね、今日。それで今日まあ一部公開がされた、それをきっかけにいろいろ調べてみますと、どうやら大阪の反撃、始まりそうですよというお話から、まあ、 意外な街も生まれ変わるかもしれないそしてただ課題は何ですかというところまで見てまいりましょうまずこれまでの20年ちょっと振り返ってみましょう、はい、いわゆる GDP の都道府県バージョンです、うん、東京一極集中と言われまして、うん、これ関西圏が占める割合が万博の頃20%ほどありましたやっぱり関東が40%近くあるんですが、うん、そ,それが ずっと下がり続けてここ20年ぐらいは15%の横ばい回復することがないと豊田さん、ここはもう東京一極集中は。 しょうがないこと反撃です、大阪、反撃、頑張ろうどうしても、特に2000年以降というのは、グローバル化がインターネットの普及と合わせて、交通網の普及と合わせて、どんどん進んでいくとなると、海外から来るときに、やっぱり選ばれるのは大企業の本社、観光庁がある東京。大阪というのはなかなか元気ない、元気ないと言われ続けてきましたが、そんな中、はい。 づくりは進んでいます大きく6つに分けて今、進められている、えまずはですね、えー、大阪、新大阪のエリアがあります、うん、そして万博に向けて、もちろんベイエリアの開発も進んでいる、うん、それ以外にも実は開発は進んでいるということで見ていきたいんですが、えー、ではこちらから見ましょうか、はい、今日まあグランドオープンの、先行オープンの100日前ということで、これ、大阪駅です。 で駅前のこのグランフロントがこっち側ですかね。リリすごいよ、ね。よこれすごいエリアですよ。よ。緑がすごいです、ねはい、なあと、あの池があって、なんか確かあの映え見たら滝がなんか流れてる。えー、これスカイビルですね。スカイビルがこっち。スカイグランフロントはこっち側ですね。えー、こっち側。はい、なので広さがおよそ9万1千平方メートルあるうち。えー 半分近く4万平方メートルぐらいが緑なんです、ね緑,はい、で緑にまずすることがすごいんです、うん、だって駅前というのは一等地、ね、ま建物建てたりして人に貸したり人集まってもらった方がもちろん経済効果は高いので、うんうん 緑にするという事態が大胆ですし、さらにこの緑がえ三百二十種類ものいろいろな緑を植えることによって、いわゆる街路樹のような整備された緑地ではなくて森にしようというのも新しい。まあイメージはセントラルパークです。ニューヨークのセントラルパークもね、まあそうかもしれない。セントラルパークでそそんなところなんですか。でもこんな感じのところです、ね。本当こんな感じ？いややっぱりこう。 海国内だけじゃなくて海外からも、ね、<ー>企業だったり人材に来、ね、てもらうためにはやっぱり、ね、<化>環境だったりとかこういう SDGs に対する意識って本当に外資系企業とかは高いんでこれすごいいい動きだと思います、ね、思い返してみますと15年ほど前、まあ、政治の世界でもここをどうするという話があって森にするとかいやスタジアム作るとかいろいろあったんですが。 今はまあ森で落ち着いてこうなった、うんな。なぜ森にした方がいいっていう理由とか結論に至ったのは、あのそういう今皆さんおっしゃったように、実はそのことによる経済効果の方が大きいってことなんですか？それともなんか別の理由なんですか？あのまあ維新の橋本さんがまず温度を取ってやり始めたというのはあります。うんうん、その時にまあどういう意図だったのかっていうのは話し合われてると思うんですけど。全体像の構想ビル建てた方がなんか一見儲かる感じがするじゃないですか。私私最近すごい不思議で。うん これはどううい戦略なのかな他の街とかでも進んでるんですよね、ロンドンとかもグリーン化っていうのを進めて、環境とか、やっぱり環境持続可能なという、今になると、こういうのが比較的世界でも増えてきているでも高層ビル建てるより、なんかこっちの方がいいような気はしますよね、嬉しいですよねしかも、緑を手入れするのに時間、またお金がかかるんではなくて、森にすることによって、離しても持続可能なようにということを目指していくと。 ということなんですさあここがこんな風に変わっていくホテルもできる分譲マンションもできるということなんですがこれだけではないんです、はい見ていきましょうか御堂筋も考えてみたらどんどん速度が変わってきてますよね。 いわゆる側道というかね緑地帯があってその脇にも道があったんですがそこが今、です側道閉鎖されまして工事がどんどん進んで最終的にはこの真ん中の部分も車が通らなくなる予定ですから。えー、それれがちょっと信じられない、はい さあそして皆さんがご存じないかもしれないところで言うと医療や文化の拠点として中之島<ー>ということですね、<ー>ここ見ましょうか、<ー>はい、中之島クロスはもう来月オープンです、<ー> iPS 細胞などの再生医療、これはもう医療機関と、まあ、病院ですね、<ー>と大学とベンチャー企業など企業ももう本当民、民間民一体となってということで、<ー>国を挙げて、<ー>町を挙げて推していこうと。うんうん 薬剤メーカーカなども多いもともと神戸にあの、まあ、WHO の日本支部とかもあるんですけど、うん、そういう,こう医療拠点を作ろうみたいなのがあってやっぱりその東京一局手術もあるのでこうやっぱり関西にやっぱこの医療ってこれからあの産業としても国民生活にとっても,ものすごい大事な成長分野なので、はい、こういう動きは、ね、国も、ね、後押ししてるの、うん、ただその成果が出てるところばっかりじゃないのでういうのなかなかあのうまくいってほしいなそうですよね。はいそしてはい もう一つ森の,森の宮、この環状線の線路の外側といいますかね、うん、東側というのは、今まではまあごみ処理場があったり、ですね、うんうん、検車場という、電車の検査をするような場所があったりして。 まあ広い区画があったけれども、開発はされていなかったというところが変わっていくんです、出ますか、はい、えまず公立大学で、それに合わせて目の前に駅ができます。その今まで大阪メトロの検査するためににそこに線路がもう 繋がっているので駅の建物を作ればもうあの線路の敷く必要がないのでい、ね、そこでちょっと短い区間なんですが新駅、はいえー、できる予定<ー>さらに大阪城の南側にも、はい、公園の再開発進むということで、うん、ここにもホテルができる予定、えー、ホテルで言いますと次の画面出ますか、はいえーまあ、これはカペラホテルというですねシンガポール系のホテルがパティーナ大阪これもできますし<ー>、えー、これは日経新聞や今テレビ大阪さんがあるところですね。 ヒルトン系のホテルができる予定<ー>こう聞くとどんどんと開発実は進んでいるんですよねす、うん、すあさあそんな中で一つもう一つ最後残っているのがナン天王寺安倍のエリアなんがここまでここは、ね、いろいろなまあ,あ予定を見ていても、うん、あまり具体的なことが まあ、ナンバばの駅前広場ぐらいは、ねはい、今変わっていますちょっとその映像をご覧いただきましょうか<ー>南海ナンバばの駅前ですね、ここも前はタクシーが集まったりしていたんです、ね、今、歩道になっているんですよ、ね、イベントしたり、ね、してましたよ、うんはい、なんか広くなってあこれがもともとの状態ですね。うんうん はい、うわすごい。うん、タクシーの運転手さんはなんかちょっと仕事しにくくなった言うて言うてはりましたけども、ねまあ、場所がね。ちょっと変わったリ、うん、スホテルの方に出てますもんね。うん、皆さんね、うん、なんですが、まあ、これ以外で言うと、まあ南安倍の天王寺一緒になってますので、その南の方の玄関口をどう開発していくか、うん、これで言いますと、専門家の方に聞くと、これが一つ課題と言っていました。大阪のせっかくある雑多さいい意味での。 雑然さ<ー>これを残しながらでも再開発するって、うん、なかなか難しそう、これを、ね、どう進めていくかというのは、一つ課題のようです、はい、でなぜじゃあ、今、これだけ開発が進んでいるか、気づいたら開発がされていたんですが、理由がいくつかあります。つ、はい、つはやっぱりももちろん万博ががあるこれが一番大きな要因ですね、はい、そしてもう1つ そもそも大阪の街の開発が進んだのは1970年、この大阪万博、かつての万博に合わせるように高度経済成長期、いろいろなものが進んだわけです、開発されたわけです、そこから50年以上経っていますので、いわゆる建物の更新時期、建て直さなきゃいけない時期というのもちょうど合っていますので、どんどんと開発が進む、もう一つ理由があるそうです、もう一つ、ほにゃららが一段落したから、何が一段落したから大阪の開発が進んでる。これは豊田さんがもう 実感ししてるかもしれません東京が一段落したから<ー>東京の開発、すごかったんですよ、ここ10年ぐらい。あ山中君は東京出身だから詳しいよ、はい、トヨタさん、もすごかったですよね、本当に、ね。でもなんか当たり前のように、なんとかオープン、なんとかオープンってま、ね、まさに今の大阪の感じなので。はい あのまあ、日本一の高さ、安倍のハルカスも東京に抜かれてしまって、向こうにね、虎ノ門ヒルズとか立ったり、よく考えたら、この20年の間に東京スカイツリーもあったりということで、まあ、どんどんと向こうが開発されていたんですが、オリンピックもあって、うん、それが今、一段落してるんですね。えー、ヒルズシリーズとかもだい全部終わりました、いいた予定されたやつがなんか完成ってい感じ、えー、地下鉄も全部整備されて,ってことですか、と、ね、途中で止まったりしてるのもあるんですけどね、お金足りなくなっちゃって。 えー、それを <laughs> まあ、ね、建設業者の余裕ということも含めてこっちに来ているというのが1つ理由だそうです、えー、さあそれでは、はい、今、見てきたのは皆さんが遊びに行く場所だったり仕事をしに行く場所の開発でした住むエリアはどう変わるんですかというところを見ていきましょうか。はい 実は今のね、そのグラングリーンという梅北エリアにもノースレジデンス、25億円の部屋なんかも販売されると。えー、マンションの一室、マンションですか。はい。えー、で、こういったものができると、ちょっとこの映像もご覧いただきましょうか。人、えー、が顔にこ,これ。なんと25億円の部屋。こういったものがありますと、これにまあ釣られるように。 周辺の住宅価格も上がっていく、やっぱり福島が上がる、中之島が上がるということで、うん、どんどん上がっていくということで、さあ、それではどうなっていくか、今、注目エリアは、ここだそうです。意外なんだけど重曹新大阪エリア川を渡るということで、えー、ここ、今、大変注目されている、その理由、いくつかあります、一つがこちら。はい まずタワーマンションが一つ建つ予定なんです。十層に？十層の。もう駅から本当にすぐの場所。東側<ー>。はい。前は区役所があった場所が<ー>まとまった土地が出てですね。ここにまあ公共施設も入りつつ、そして学校なんか専門学校なんかも入りつつ、<ー>マンションができる。今まではなかったんですね。なかなか開発されにくいエリアだったんですが。 専門家の方に行くととここういうういがあるそうです<え>一軒建つとやっぱり連鎖するあそうな一軒建つことで新しい住民が来るあこうやって町が変わっていくよいいよねということでえ前からいた方の意識も変わってじゃあもうちょっと移ろうかとか、うん、新しい開発に協力しようかということもあるもちろん逆もあるそうです。新しいののががっったこととで街が変わるの嫌だと言って 抵抗してしまう方ももちろんいることはあるんですが、まあ、変わるかもしれないと、うん、さらにですよ、重曹というのは、実はアクセスも良くなるということで、画面が出ますかね、これ、大阪駅から重曹を結んで、新大阪に結ぶという新線も今、できる予定なんです。 ですから、ジュースを新大阪間って今までそんなに開発されてこなかったんですが、はい、よく考えたら距離も近いし新大阪、リニアも来るかもしれないし<ー>考えるとどんどんと変わっていく。 だって、レーナさん、10層ってあまり読めなかったでしょ、前。読めましたけど、ね、そこはうんって言っとけばよかった地域から来たら、絶対13って、ねうん、思うところなんですけど、うん、確かかにあんまり聞いたたことなかったです、ね、全国的な人気の場所になるかもしれないというようなこと、はい、さあ、ただ、はい、万博5は大丈夫なの、次の時代のまちづくりはどうなるのというところなんです。と言いますのも、これが一番心配です。はい 人口が2050年、推計が出ています、大阪の人口720万、今、880万ぐらいいますからね、150万人減っちゃうんです、関西圏でいうと400万人減っちゃうんです、えー、400万というと、今でいうと、多分奈良県と滋賀県の人口全員いなくなるぐらいの減っちゃうということじゃないですか。と考えたときに、今のようにいけいけどんどんで、作るだけ作るでは ダメもう空室だらけになるんじゃない、ね、もちろん考えなくてはいけないというかさその辺は 東京も大阪もも大阪ちろん。私の心配なのが東京はすごいそのマンションとかの価格がもう2倍とかに上がっちゃってて、うん、平均でで区億,億円すするんですよそれでもちろんその人,材人件費とか資材の高騰って致し方の意もあるんですけど、うん、大きいのが投資マネーが入って円安も加速して必要以上に上がっちゃってるので,、うん、で逆に投資の人が多すぎてマンションは買って買われてるけど空いてるみたいなのが多いんですが、うん、そういうふうにならないように、うん、本当に住民の方 に利益ががいくような形でちゃんとと開発することが大事かな、うんうんそ,ね、その辺をね今回グランドデザインいろいろ見たんですけど、うん、人口減少に言及している部分があまりなかったので<ー>ちょっとまた専門家の方にここは追加で聞いていこうと思いますが、うんうん、その辺がどう考えられるのかだってこういうエリアありますよね最後出ますか千里ニュータウン千木ニュータウン前の万博の時に開発されて今ねもちろん住みやすい所として住んでいるんですが、うん、ここがうまいこと代替わりできるかどうか、うん、そういったところもやっていかないと。うん 高すぎたら買えなくなっちゃうからう、ね、ますます人が大阪の中心から離れていっちゃうから、はい、そう住民の方がハッピーになるような街づくりが大事長期スパンでのまちづくりというのも今後、注目していきたいと思います。